台湾上位5カ所台北101高尾85ビル、台北南山広場新港摩天太郎派生よ、防太郎台湾の超高層ビル一図は上位5カ所。歯高さ150メートル以上のビルの所在地。台湾の超高層建築物は台湾の超高層建築物、超高層ビルの一覧。この校では台湾で最も高い建築物、 台湾各県市で最も高い建築物及び現存しない建築物を含む台湾の歴史上最も高い建築物の変遷について述べる。台湾ではビルを大楼、大化と表記する例が多い。2018年11月現在、台湾で高さ150メートル以上の春高済み超高層建築物は十六カ所あり、大多数は台北市、日北市、 台中市、高尾市に所在する。米国基準の400フィート以上を定義とした場合は、台中市が最も多い。中央部が山脈で隔てられ、西海岸に総人口の過半数が居住し、人口密度も日本以上であることから、過重面積の確保という意味では、国土の小ささや人口規模、経済力に比して、高層ビルの需要も決して小さくない。 戦前から1990年代前半まで一貫して台湾最高度の建築物は首都機能を持つ台北市で建設されてきた。1980年代に120メートル長の大電太郎、1990年までには140メートル台の国防太郎、厚南摩天太郎が竣工している。1990年代から延べ12年間は大半の期間中で 柿高尾市のビル群にナンバーワンの座を明け渡していたものの2004年の台北101竣工により再度その座を奪還している全国で人口最多の二北市でも市政府所在地の板橋区や三重区を中心に120メートル以上200メートル未満の高層ビルや高層住宅が増え物件数では台中市に次いで多い旧来からの都心だった台北駅周辺の 中西区から市政府が移転し、一帯が再開発された新儀計画区を要する新儀区や台安区の東部に集中している。2014年以降は台北市長下分、明の政策により中西区への回帰となる台北駅周辺の西区門戸計画区や台湾高速鉄道や台北都市運番南線が延伸され、副都進化しつつある。 南高区での東区門湖計画区により南高駅ビルを各にそのエリア内で高層ビルの建設計画が相次いでいる。台湾台中市第7期開発地区2017年時のスカイライン西区では日本統治時代から台中州庁や台中市役所などの観光所が多い都心だった。戦後の経済成長や人口急増に伴って1986年に 郊外への都市に移転を含む都市計画が構想され、1992年に七期中学が始動。市政府、市議会新庁舎が2010年に移転し、再開発も行われ、中心業務地区へと変貌した西田室区の七期エリアに物件を多く抱えている。七期エリアは台北の新議計画区の倍以上となる総面積353ヘクタールかつ、 容積率650%超のため、200メートル以上の超高層ビルの必要性は薄く、120から160メートルの物件を多く持ち、上記の通り台湾で最多件数となっている。高雄市都心部のスカイライン港湾都市で台湾第二の大都市たる高雄市ではもともと土地が広かったこともあり、1958年から延べ99期128カ所。 総面積3619ヘクタールと全国最多の規模で再開発が行われていた。1992年から数年間に台湾で初めて150メートル、200メートル、300メートルを超える事例となった広し総アフト在京広場、派生予防大楼、高岡85大楼が旬行し、台北の新興人保険による保持期間約年ほどと年に 台北101が竣工するまでの延べ9年間ほどは、ナンバーワンの座を維持していた。重工町大産業からの転換を図るべく、高尾多工農経済貿易園区やアジア新ワン区など、産業用地や変換された、軍用地を再開発する事例が増えつつある。台北百一高尾十五ビル、台北南山広場、台北、新興人事保健大老高尾。 はせよ、防連王国大老に来た。板橋大円百日弁公大老台北。国大を基地広場、台北。円遊新義金融大老台中。余華国際大老に来た。新居丹高尾。関来新世界中心に来た。円遊九十五に来た。板新宗志星。花園広市城に来た。軍光電子総部大老に来た。園遊ータウン高尾。広史総アフ都在京広場、台中。 こういう姿勢都心広場、台北、園、桜見中心弁光大楼大中、宝照明紅谷高尾、岩県国際大反転台北、河南銀行創業予防大ールメリディアン大中、台北、統一国際大楼当園、中越一品、シャングリラ台南園等国際大反転台北、シフテン,ウンタン当園、中越世界中心大中、リュークに予防大化に来た。 国際性高値帯をこの表では、左側の低い数字は、右側のより高いビルの件数を含んでいる。キールン、対南の120メートル以上は2件で、そのうち1件が140メートル以上という意味。ビルの高さは、アンテナ、マスト、ポール等の二重物も含めた高さを基準とする。順位の数字の隣に統合が記されている場合は、 複数のビルで高さが同じであることを示している。アンテナや戦闘などの不対物を含む高さ、最上階のフロアの屋上の高さも可能な限り記載する。これは流動的な内容の一覧であり、完全な内容にするための特定の基準を満たすことはできません。信頼できる情報源で過失することができます。これは流動的な内容の一覧であり、 完全な内容にするための特定の基準を満たすことはできません。信頼できる情報源で過失することができます。対中火力発電所南投げ、中大前デラキールン、霊公館大老高尾、仏田記念館大仏、中華民国総統府日本統治時代の菊本百貨店、シーザーパークホテル丸山大飯店第一、銀行総部大,大,大老大伝大老国防大老。 ありがとうございます。